はい、こんにちは。イマジンハート研究所のナオリンです。はい、どうも。ですね、今回、前回の、もうちょっと予告したんですけれども、これね、フライス版です。フライス版っていうのは何をするかっていうと、金属樹脂なんかをですね、削ってですね、まあ、フライス版の場合は、まあ、主に、手動なんですけどね、グリグリグリって回してこう削り出すんですね、削り出して、まあ、ものを作る、僕の場合はウォークマンとかですね、そういうのの部品を作るつもりで買ったんですけれども、はい、前回のやつは溶鉱炉金属を溶かしてですね、インゴットみたいに作って、でこれのですね、フライスでそれを削って加工してですね、部品とかを作ろうと思ってます。そのためにまあフライス板と溶鉱炉買いました。溶鉱炉は当初ね買うつもりなかったんですけど、材料になるね素材がねめちゃくちゃ高いんで、それだったらたくさんですねアルミとかですね、そういうのいろんなところで廃材でね僕もあるんで、ハードディスクなんかもほとんどねアルミでできてるんでね、そういうね、再利用しようということで溶鉱炉を買ったんですけど、はい、前回ね溶鉱炉の開封の模様を動画にしたんですけれどもね、今回はねこの、フライス板ですね、フライス板を、開封したいと思います。一応ねここまで開けたんです、ここまで開けた。でもねちょっと重たいんでねちょっと開封してなかったんですね。アマゾンから買いました。はい、ということで開けていきますね。これ開けて、少し開けてですね、ちょっと取っちゃうかな、こんな感じでね入ってますね。そしてこの箱、こんな箱がありますね。これまた後で見ますけど、あとはよいしょ、またこういう箱があります、出てきましたね箱。あとは、こういうね、とマニュアルですね。フライス板とこういうやつです。こういうやつね。これね、いろいろとね、探してですね、これね、鉄まで削れますね。ステンレスはちょっとね、無理っぽいんですけど、まあ、なんとか削れないことはないんですけど、まあ、鉄までね、鉄まで削れれば別に問題ないんでね、はい、ありがたいですね、この日本語マニュアル。っていうか、これ日本製だったっけな。宝山株式会社っていうところですね。日本製なのかな。最近ね日本製にこだわってはいるんですけど、なかなか日本製だけでね、僕なんかねお金ないんでね、安いやつを、使ってね、なんとかね、しようと思ってますんでね、手作りもしくは安いやつで、安いやつはね壊れてるケースが多いんで、それはねまたね直してね、使うっていう方針で言ってるんですけれども、なるべくだったらね日本製を買いたいと思ってます。これはねいくらだったっけ、もう忘れちゃったな。これは高かったんだ、そうです、高かったの。これね5万、7万ぐらいしたから、えらい高いんですよこれね。すげえ大変な思いして買ったんですけれども、だからねどんどん使っていきたいんですけどね。はい、ほんでこれを蓋するときにはどうしたらいいかな。お、出た出た。はい、これがねこれ土台の部分ですね、土台の部分。よいしょ、そしてこれは下がのクッションですね。これ、あ、出てきた出てきた出てきましたね。よいしょ、ね、壊したら大変なんでね、高かったんでね、よいしょよいしょ、はい、ここ見えるかな、見えるかな、見えますかね、なんとか見えますかね。はい、こんな感じでね、
これあれどうなってるの。あ、そうか、これはこの上にこれくっつけるんですね。ちょっとやり方わかんない。これでね、こう回して、これはどっちだ？これはこっち方向ですね。これ回してね、こうやってね、回して、これ回してね。まあ、割りかずしっかりしてるかも。ここはアルミですね。アルミ。これがね、台がこう動くんです。スライスです。そして、ここで持って、これが緩める、緩んで、あれ、あれ、これで持って、ちょっと分かんないけれども、でこれで持って、よいしょ。わかんない。ここに、あれちょっと待って。あ、そっかそっか。この中にまだ入ってるんですね。これをね、ここの上に乗っけてですね、やるんですね。そんで、これはなんだ、これは、びっくりした。これ、モーターとか入ってないのかと思ってびっくりしちゃいました。これもなんかで、スライスはね、大きいやつをね、ちょこっとやったことあるんですけどね、大きい、本当に工業のね、こう、2メートル以上あるようなね、大きいやつをね、ちらっとね、動かしたことあるんです。あ、これはいろんな工具、工具類とか、ネジ類とかですね、ありますね。これはもう組み立てていかなきゃいけないですね。まあ、3D プリンターを組み立てるほどではないと思うんですけど、あれ、これどうなってるんだ。あと、これは、どっかこの奥だって。あれ、どっから取るのかな。あ、こっち、あれ、取れない、適当に取っちゃっていいのかな。よいしょ、よいしょ、いいですね。あ、これは、あ、これはもう持っててね、これは電源ですね。これが、これね、これがモーターっていうかね、ドリルのね、やつに、この電源になるんでしょうね、これね。そして、これがドリルかな、これがドリルのところかな。これも、こちらからしようかな。よいしょ、よいしょ。あれ、なかなか開けない。よいしょ。あ、ドリルだ、ドリルだ。あ、結構大きいドリル使ってるんですね。はい、こういうドリル、こういうドリルですね。これにこれモーターじゃない、電源を入れて、そしてこれがスイッチの、専用トランス以外は使用しないでくださいって書いてある。これが専用トランスですね。はい、そしてここでモーターのこのね、ドリルの回転数を決めるんですね。これだと、フライス加工、穴掛け加工、フライスでやると木材の場合は5ということで最高に合わせるんですね。まあほとんど5かな、5か3。金属の場合でこの刃の径が大きい場合は3ぐらいにしろって書いてあるのかな。だから大体が3ぐらいかな。樹脂木材は5でいいんですね。最大の、回転でいいんですね。そうですね、あとは、あ、使用時間ね、これ気をつけなくちゃいけないんですよ。焼き切れちゃうんですよね。30分ってことですね。30分、まあ30分あれば、1回の作業はね、30分以内に収まると思うんですけどね。まあ休みやればいいですね。はい、ということでこれだけ入ってるのかな。刃はないんだね。刃は
一つの、あるわ、あとはこれ、あ、これがね、チャックですね、ドリルチャック。これ見えないか、見にくいかな、ドリルチャックがついてますね。これ、ロジって、ね、穴を開けたりするときに、使うんですよね、これでね、穴開け加工を使うんですよね。よいしょ、もういいや、骨が入ってまして、あとはこれは何だ、あ、これは多分飛び散らないようにするやつかな。これはあれだな、素材を材料をですね、固定するやつだな。そしてこれはなんか、ね、工具でしょ。でこれは ネジ関係ですね。はい、ということでこんなものが入ってました。今日はちょっとこれ組み立てまではいかないと思うんですけど、また組み立てたらですね、もう一回紹介したいと思います。はい、こんなところですね。今回はですね、開封ということでやりましたけれども、またね、試運転ということで、今度ねこれ組み終わったらですね、やりたいと思います。溶鉱炉の方もね、電気炉の方も試運転の模様はまたね、お伝えしたいと思います。はい、ということでね、チャンネル登録よろしくお願いします。久しぶりの顔出しなんでね、こんにちはいうことで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。はい、プチッとな。